ヒセラ・ドゥルコは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーでシングルス4勝、ダブルスで2011年全豪オープンを含む17勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス26位、ダブルス1位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。赤土のクレーコートを最も得意にした。ドルコは7歳の時、兄のプレーを見て、 テニスを始めた。2000年に15歳で、女子テニス国別対抗戦、フェドカップに初出場し、2001年1月に16歳で、プロ入り。ジュニア選手のトーナメントでは、四大大会のジュニア女子ダブルス部門で3勝を上げ、2000年、全米オープン2001年ウィンブルドン2002年、全豪オープンのジュニア女子ダブルス優勝者になった。2003年4月、 モロッコカサブランカ大会のダブルスでマリア・エミリア・サレルにと組んでツアー初優勝を果たす。この後全仏オープンで4大大会本戦にデビューした。2004年、ドゥルコは4年ぶり2度目のフェドカップ代表選手に起用され、チームをワールドグループ準々決勝まで導いた。それからアテネゴリンにもアルゼンチン代表として出場し、女子シングルス1回戦で、 クロアチア代表のカロリナスプレムに6から7、5から7のストレートで敗れた。2005年1月、オーストラリアホバート大会で初の女子ツアー大会シングルス決勝に進んだが、ここでは、テイキヨシに2から6、0から6で完敗した。直後の前後オープンで、彼女は初めて第29シードに選出された。同年10月、ドゥルコは、 ダブルスで3大会連続優勝を達成する。最初は、ジャパンオープン女子ダブルスで、マリア・キリレンコと組み、決勝で、朝越忍シノブ&、マリア・ベント・カブチ組に7から5、4から6、6から3で勝った。翌週の台湾国大会では、朝越と組スペインペアのコンチタ・マルティネスビルヒにあるあの、パスクアル組を破って2週連続優勝を果たす。二週間後には、 オーストリアリンツ大会でクーベタ、ペシュケと組み、マルティネスアンドルアのパスクアルグミニに連勝した。2006年の全豪オープン女子ダブルスで、ドゥルコは、マリアキリレンコと組んでベスト8に入った。この後全仏オープンで4回戦に進み、アンナレナ・グローネフェルトに3から6、4から6で敗れた。2007年4月、彼女は、ハンガリー・ブダペスト大会の決勝で、ソラナ・チルステアを6から7、 6から2、6から2で破り、ここで女子ツアー大会のシングルス初優勝を達成した。それから全仏オープン女子ダブルスでマリア・エレナ・カメリンと組み、杉山・アイ・カタリナ・スレボトニック組との準々決勝まで勝ち進む。8月末にアメリカ・フォレスとヒルズテニスクラシックでシングルス2勝目を挙げた。2008年は北京五輪で2度目のオリンピック出場を果たし、 シングルス1回戦、ダブルス2回戦敗退の成績に終わっている。2010年はフラビア・ペンネッタと組 WTA ツアー選手権などダブルスで発祥し、ダブルスランキングを1位に上げた。2011年の全豪オープン女子ダブルスで、ペンネッタとドゥルコは、第1シードから勝ち進み、決勝で、ビクトリア・アザレンカマリア・キリレンコ・グミオニ6、7 5 6-1で逆転勝ちして4大大会発のタイトルを獲得した。2月のアカプルコ大会では決勝でアランチャパラ3トン派を6-3、7-6で破り3年ぶりのシングルス4勝目を挙げた。ドゥルコは7月にアルゼンチン代表のサッカー選手であるフェルナンド・ガゴと結婚した。全米オープンでは エドワルド・シュワンクと組んだ混合ダブルスで決勝に進出したがアメリカのメラニー・ウダンジャック・ソック組に67、64、80で敗れ準優勝となった2012年11月18日に公式サイトで現役引退を発表した2013年6月に第一子の長男を出産している W イコール優勝 F イコール準優勝 SF イコールベスト4 QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2008年ウィンブルドン2回戦の不戦勝は、通算成績に含まない。ありがとうございます。